陸上、世界選手権第7日女子やり投げ、北口春か金メダル獲得、2023年8月25日ハンガリーブタベスト、記者フリートーク、北口の言葉に耳を傾けると、予想外の答えが返ってきて面白い。初めて取った昨年の銅メダルは、軽い、と言っていただけに、一年の苦労を重ねた金メダルは重く感じるのでは。と思い、取材エリアで聞いた。その答えは、 材質的には重いです。笑い。去年は気だったから、ちょっと大きいですよね。やはり質問に対する答えが、想像の斜め上を行く。昨年末、ユーモアで貢献し、世の中に明るい話題を提供した人を対象とした、ユーモア大賞、を受賞。その表彰式で、耳をほじってユーモアをよく聞いて、 というメッセージのこもった純金星の耳かきが送られ、これもまた規格外のスピーチだった。金メダルより先に金をいただいて大丈夫か、という心配があります。会場は爆笑だった。そのコメント力は陸上界で金メダル級。今年も、ユーモア大賞、受賞は間違いなし。だ、陸上担当、山和弘明。